折り返し電車13時40分発。被告の現在入院していることになっています。この猿之助被告の姿を各機関は同居されたのか、動作さんから示談金名目で現金を落としていたことを3人。
開催とした新曲をこの平和祭の会場で初披露していただきます。平和祭第2部は大手通り。この演技を見て、うちの子もワイズバトンに入れたいという方、ぜひお問い合わせください。お待たせいたしました。12番線東京行き参ります。足元の黄色天国内側までさ、ありがとうございました。8分発、谷川400号。